11レース大塚選手です。直前の小倉は完全 V でしたね。そうですね、前頑張ってくれて、はい、3連勝できました。近況のご自身の手応えというのはいかがでしょうか。そうですね、自分的にはちょっと地元があったりとか競技があったりしてちょっと疲れてたんですけど、はい、前回結果出すことができて気持ち的にも多分いいと思います。今年は2月の全日本選抜から始動して、最初の頃はちょっとギア規制にも対応できていない、そんなコメントも聞いたんですが、今はいかがですか。そうですね、いろいろなギア試してまだ錯誤中ですけど、ある程度手応え感じています。この後大塚選手、高松宮記念杯、また地元の別府記念など続いていきますね。そうですね、与えられたレース一戦一戦頑張っていこうと思ってます。初日はどう戦っていきますか。はい、西で畠君いるんで西川さんと3人頑張りたいと思います。畠選手との実績というのはいかがでしょうか。何度かついたことあるんですけど、レース内容力強いですし任せて頑張ります。では今シリーズの意気込みをお願いします。はい、明日は前を畠君に任せて、後ろは西川さんと3人頑張りたいと思ってます。応援してください。